久保さん、歯医者行ってきましたよ。こいつや、んこれ。ちょ、借り場ね。借り場を刺し、借り場で。えー、本ちゃんの刺しは14万ぐらいですね。14。<laughs> 高いっすね。最初なんか最上プラン、最上コースというかね。なんか全部やったら25ぐらいっすかねみたいな。 25すかみたいな <laughs>。で、相談して、中間プランにしときました。中間プランで14万ですね。そう。高いですね。うん、あのー、ただサシバを飲んじゃったら、差しただサシバを飲んだだけなのにっていうね <laughs>。ただスマホを押すとしだだけなのに、みたいな。 まあ何が言いたいかっていうとまあ生きてるとねいろんなことがあるわけですよまあ刺し歯を飲むっていうことはまあ久保さんはないでしょうね健康な歯ですからね自分の歯が取れるあんのかなどうですかねまあでも転んで歯が折れるっていうこともありますからねだからその虫歯ではなくこ転んで 歯が当たって歯が折れちゃって差し歯っていう人も世の中にいるでしょうね。で久保さんも名古屋で転んで脱臼でしたっけしましたし。まあ人生何があるか分かんないわけですよ。でその何があるか分からないんだけど、あのその何がわあるか分からないその先に金がかかるっていうね。<laughs> 大抵 <laughs>。久保さんも名古屋でね、まあその保険、はいね、入ってるからそんなに負担はないかもしれないけど、 0円ではないですよね。あの、病院代。<laughs> まあ、名古屋に行くっていうのもお金かかるし。だから僕はやっぱね、今回の見積もり賞を見てね、やっぱ金だなと。<laughs> やっぱ世の中金大事やなと思いましたね。<laughs> じゃ14万か、みたいなね。<laughs> うーん。まあ、あの、まあ、はってそもそも無料じゃないですか。どうですか まあ多分あの本当にね、あの虫歯がない健康な歯を維持していれば生まれた瞬間からまあ歯っていうのが一応あってね、まあ一応入ってきてっていうもので、まあ歯に対してお金って払わないじゃないですか。だけど、あのー、自分がね歯磨きしていないとか、まあその不慮の事故ですよね、こけて前歯を折れちゃうとかね、まあそういうのでお金かかってくるわけですよ。うん ただのものでも金かかる場合があるってことですね。まあ、僕の場合はまあ単純に歯磨きしてなかっただけなんで、自分が悪いんですけどね。うん。そう。やっぱお金ですね。うん。まあその。カイジのね、トネ川の。えー、なんだ。金より命が重いみたいなね。ありますけど。 まあそれぐらいね、やっぱ僕は、あの、まあいつもそういう風に意識してね、今生きてるんですけども、見積もり書を見た瞬間に、さらに意識が高まりましたからね。意識、お金に対して意識高い系ですね。<laughs> まあでもぶっちゃけあれですからね、その、なんだ、なんだ、仮釈放とかなんかその、なんだっけな、その、なんかお金払うと、 まあ、あと、その、僕は、免停食らったことありますけど、30日免停も、お金払って1万円ぐらい払ってね習、講習受けると、その30日の免停が1日の講習で免除されるっていうね、何なんだこれは、みたいなね。本来だったら30日もう乗るなよと、違反したから乗るなよっていう規約があるのに、金払うとね、たった1日でね、それが解除されるっていう。 何なんだこの世界みたいな。で、その1万円ぐらいなんで、その時30人ぐらいいたんですけど、あの、大学生かなまあ、その学生さん1、2名はね、そのお金払わずね、あの、さ、あの、帰ってきましたよ。だけど、ほとんどその多分会社で使うとかね、なんかで使う大人たちはもう全員残ってね、あの、1日研修受けて、メンテ解除ですよ。<laughs> 異様でしたけどね。 なんだ金払ったらもう30日で1日になるのかみたいな。どういうルールやねみたいなね。あれはなんかね、あの、ちょっと違和感を感じましたけどね。<laughs> うん。そう。はい。まあ、金は大切ですね。いってらっしゃい。